ゲートインが終わりますスタートしました2番朝日タイミング合いません最後方からの競馬となりました2コーナーカーブでまず8番 B アストニッシュドが先頭に立って周回コースに入ります2番手が3番アバンチュリエ5番ジオグリフ今3番手につけています差がなく7番レッドモンレーブそして9番ジュンブロッサムこれら2番手グループ4頭で向こう上面中ほどに向かっていきます 前から6投目が4番エイシン・シュトルムジョッキーを抑えています並んで10番ダノン・ベルーが2馬審差で11番ダノン・スコーピオン34馬審がきました後ろ3投は離されました1番サンストックトン後方3投目3馬審差で6番アケルナルスター後方から2投目2番アサヒ最後方です先頭からおしまいまでは123馬審3コーナーカーブ8番ビー・アストニッシュド先頭 1000m の標識 ハンマイル48秒台で通過していますリードはサンバシン2番手に7番レッドモン・レーブが上がって34コーナー中間へ3番アバンチュリエ3番手4番手外ト9番ジュンブロッサム内5番ジオグリフは5番手で折り合っていますその後10番ダノンベルーが追走で34コーナー中間から4コーナー4番エイシン・シュトルム11番ダノン・スコーピオンアケルナル・スター・サンストックトン2番アサヒは依然最高峰の内を追走4コーナーカーブから直線に向きます ディー・アストニッシュの先リードを3橋に取りました。2番手がレッドモンレーブ、残り400坂を登ってきます。3番手、アバンチュリエ、外からは9番、ジュンブロッサム、各場の間はジオグリフ、1番外はダノンベルーガが追い込んできます。 打ち出しいっぱい先頭8番 B アストニッシドまだ先頭リードは3シン200を切りました2番手から追ってきた10番ダノンベルーガジオグリフ現在3番手その後レッドモンレーブとジュンブロッサムです先頭突き抜けた10番のダノンベルーガだ10番ダノンベルーガ先頭でゴール2着5番ジオグリフ3着8番 B アストニッシド新馬戦の切れ味は伊達ではありませんでした10番ダノンベルーガ2戦2勝で共同通信杯制覇